月二十二日金曜日午後六時となりましたちょっと初っ端から噛んだ <laughs> <laughs> 本当に舌かんでしまったというね <laughs> 最悪先週の使います <laughs> <laughs> いやいや大丈夫ですよそのまま使ってください <laughs>、はい、そうなんです今日はあの今日もですね <laughs>、ま、先週に引き続き収録となっておりまして、はい、今日はなおぴんはねあの十賀敷島に行ってるんです、うん、はい ね先週もお知らせしましたが、おかしきのお祭りでね、司会をやってますので、はい今頃多分飲みながらやってるのかな、そそううあの後半から飲むのよ、司会するときて、そうそう、もうさ最初やっぱり怖いから、ななるるほほどど、飲まないのね、うん、サンさん飲んでるけど、サンサンの接してる、あっ、分かりました、分かりました、売る間のね、鹿のスーパースター。 す司の CM は、きせさんね、あの人はあんまりイベントの司会をやらないの、もう2人いるわけさ、ケンジさんとじゃはなさんでて、あの2人、コンビでやってるんだけど、そうそうそう、大体飲みながらやってる。すごいよ、やっぱりさ、酔っ払うと、なんかあった時が怖いので、司会は、あの人たちは2人いるからいいのよ、フォローし合えるからね。 でも1人だからさやっぱりちょっと怖いからもう最後のさ鳥のステージ歌が始まったりとかその時にはもう飲んだりとかするんだけどあとはもう終わりだけでしょうんただもうこの時間だとまだ始まったばっかりだから飲んでないね終わり方の8時か9時ぐらいにはもうちょっと飲み始めながらもしかしたらステージに上がってるかもしれないけど。 でも本当さ毎年ありがたいんだけど本当に伊のお祭りとかやっぱり一大イベントだよねすごい盛り上がるしみんな四万十の皆さんも一生懸命だしさ私もこうやって呼ばれて何年か経つんだけど本当にありがたいなと思うしなんか泣けてくるって言ったらいやいやもう本当今回来れなかった方々はまた来年ももちろんありますので。 見てほしい、うん、<laughs> ほんと楽しいですよ。島まんと触れ合うっていうのが一番ねまたいいと思いますし、うん、ピロキはどっか離島行っか行たことあるあでもそれこそ渡嘉敷は、うん、あの3回ぐらい行ってんのかな1回目は家族で行ってで2回目は小学校の時の自然学習で学習い3回目は高校の時の 最初高一の時に入ってすぐ一週間後ぐらい。一週間か二週間後ぐらいにみたいな感じではい。でな,なんで、やっぱりその時夜星がとっても綺麗だったなっていうのは今でも覚えてますね。ね。うん、であの頃って夜は絶対幽霊話とかするでしょはいはい。ね。なんかやっぱりみんなその隣の部屋行ったりとかして。そう,そうそう。枕投げとかや、やった。<laughs> やったことはない。枕投げ。<laughs> そんなそこ,ではことやってやらないか。<laughs> あ、でも。 それはその修学旅行中学校の時の修学旅行でやりましたで案の定寝ろって言われるっていう点検があるじゃないですか必ずでやばいやばい来るって言ってその時だけ寝てとかっていうのはそれそ楽しい思いそうそ先生方はもう早う子うそ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 うとうそうそうそうかうそ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 う なん<え>、はい、の島はいい、うん、まあもちろん沖縄本島も本土からすると島だからね,あです,ねすごいいいけど、うん、また本島からまたさらにね離島ってなったら、うん、またやっぱりゆっくりさらにゆっくりとした時間が流れてるなって思うし、うんえー、石垣のまた離島とかさあ、うんうん、与那国とかもそうじゃんそっか,かなり遠いよね。はいうん 大東島とかなかなか行けない東京行くよりもんか行きづらいというか飛行機もあんまりねないし遠いので300キロぐらいだった400キロぐらいだったかなあるんだよねでも東京を沖縄本島と捉えると大体四国ぐらいですよみたいですよ与那国島は。東京から四国に行くぐらいと同じ距離みたいでって考えると。 すごいなとそっか、うん、なるほどね与那国ね与那、うん、国は土難と言われてるんだけど、うん、まあお酒でも土難とかあったりするでしょ土難、はい、って漢字があって渡るに難しいっていう何なのよ「土難」って書くので、ね、それぐらいだから昔は与那国に行くのが難しい、うん、大変だよって結構海も荒れてるので。 それぐらい大変っていうことでドナンて呼ばれてるそうなんですよもうほんと行ったほうがいいよ今年はどっか行ったら今年か行く時間あるかな家島にいらっしゃい家島は本当に近いよ元部に行ったらだってフェリーは30分で着くし日帰りでもできるからねそっかそっかそうよ9時。 元向こうからだと9時、9時便でしょ、そして11時便、3時便、5時便ありますから、5時で行くと、もう止まらないといけないですね。じゃあ、最悪できなかった場合は、そうそうそう、うそう。合宿、合宿、そうよ、そうよ、ぜひぜひ。 いいと思う、飯島は本当に行きやすいんじゃないかなと思うよ。ですね。うん。あのフェリーの料金も千四百円ぐらいかな。うん、往復。往復で。うん、かなり安いので。安いうん。なんかちょっとリゾートき、まあ、リ、リゾートっていう感じではないけども、なんか離島に行ったっていう感覚にはなるじゃん。ふんふんね、雰囲気が違うから、本当とも。うん、あと、え、渡名喜島って行ったことないでしょないですね。渡名喜島すごい好きなところで。はい。 もうほ当に島だね、うん、で昔やっぱりあのこの島自体があの海底にあったからか、はい、えと道がさ、うん、砂地なのよ、えー、だから朝とかほうきの型がついてるこの道路っていうか、はい、家と家の間の道っていう数字ごはっていうのはい、はい、その道がきれいにさあの白い砂浜がずっとあるんだけど、うん、それがほうきの線がずっとあるわけ。はいえー すっごい綺麗だで小学生にナンパされたりしてね「<laughs> ねえねえどっから来たの?」とかって言われて「あ<ー>はいねえねえ」って言ってくれた <laughs> おばさんって言わないんだ <laughs> うん本当。今年どっか行きたいない、うん、部屋でも伊勢なでもどっか行こうかななんて思いますけどもうん、うん、やっぱり夏休みに入ると飛行機が取りにくかったりするのでうん、うん、フェリーだとねえそんなになんていうの気にしないで行けるじゃん。うんうん あの予約取れないとか、まあ、あの宿泊先をね、うん、ちゃんと決めれれば大丈夫かななんて思いながら、うん、なので、まあ、夏とかだとやっぱ離島に行く方がいいかな、はうんはい、そんな感じでございますさあもう夏休みもそろそろもう今,日今日から始まっているところもあるんじゃないのですね,ね先週もしくはまあ来週わ、まあ、からんさあもう <laughs> <laughs> 子どももいないからわからないけども。 はいあのまあ、夏といえばもうビールもね <laughs> 美味しい季節になりますので<ー>まず1曲目この曲をお届けしましょう「<laughs> ビギンでおじい自慢のオリオンビール」<laughs> え「え a o p のピンポンパン劇場今日は収録ですが、はい、あの聞いいてててくれたたらありりがたいなと思っております、はい、<laughs> さあ,あの今日収録ですからあの先週に引き続きあのコーナーがございません「ちみもノベリストだ」 のコーナーナです、ねはい、<laughs> そうそうそうあの意外とマシャとか AKB ファンさんとかね、うん、その他の皆さんが、うん、盛り上げてくれてますけども今日収録ということもありますので、はい、すいませんが、はい、今日はお休みとなりますで店店コーナーはありますので、うん、お店後ほどね宜野湾市の飲食店紹介していきますので、はい、最後までお付き合いください。はい、ということで今日もですね大人の心理学から。<laughs> いきましょうかね、はい、<laughs> 今日はちょっとあれだよ本当に恋愛とかそういうちょっとピンクっぽい感じに <laughs> の心理をやっていきたいなと思いますけどもまあ花火大会も近いということもありますので、うん、ねこれ行こうかな。花火大会に履いていく靴はということなんですが。うん 恋人を含めた友達グループみんなで花火大会に行くことにしました。あなたは浴衣を持っていないので洋服で行くことに決めました。洋服に合わせてあなたはどんな靴を履いて花火大会に行きますか一番動きやすいスポーツ系の靴二番 いつも履いているお気に入りの靴3番最近買った流行りの靴4番とっておきのブランドの靴う 形とかにもよるかもしれないけどね。うん、島ぞりとかないんですね。島ぞりがないですね。<laughs> はい、残念ながら、これ、これ、あの、あうちなもんじゃないから。うん。どうでしょうか。もう一回言いましょうね。はい、恋人を含めた友達グループ、みんなで花火大会に行くことにしました。あなたは浴衣を持っていないので、うん、洋服で行くことに決めました。洋服に合わせて、あなたはどんな靴を履いて、花火大会に行きますか。まあ、あのー、あ。 そっかえーまあ、友達グループなんだよねだから浴衣を着ていく人もいる、うんうん、そういうシチュエーションなんだね。うん、で、えー、彼氏彼女、まあ、恋人もその中にいると、うん、そんな時どんな服装そしてどんな靴を履いて花火に行きますかということなんですが、うん、今回は靴ですね。うん、一番が動きやすいスポーツ系の靴いわゆるズック。<laughs> <laughs> まズックと呼んでいますが <laughs> で2番はいつも履いているお気に入りの靴、うん、3番が最近買った流行りの靴4番がとっておきのブランドの靴、うん、さあどっちでしょうかうんまあ僕は2番かないつも履いてるお気に入りの靴はい。 はい、いきましょうか、はい、これはですね、はい、恋愛が長続きするかしないかがわかる診断となっております。うんうん、出かける時のパートナーともいえる靴の扱い方で、うん、あなたの恋愛におけるパートナーとの長続き度や、うん、やや踏み込んだ恋愛感が分かります。うん、まず1番を選んだ動きやすいスポーツ系の靴ですね。うん えー、動きやすい靴を選んだあなたはその場その場に合わせた行動が取れる恋愛上手タイプです、うん、恋愛の主導権も握ることができるので、うん、恋人と長続きするかしないかはあなたが決められます、うん、なるほどね 2>、うん、で2番の、えー、いつも履いているお気に入りの靴これはピロキも選びました、はい お気に入りの靴を選んだあなたは好きな恋人ならばどこまででもついていけるタイプ長続き度は80%、うん、初めての恋人が結婚相手というパターンも少なくありません<ー>ということですね。 えピルケは今まで付き合った人は何人ぐらいゼロ、1人、2人、3人、4人。まさかの2桁いや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 、いや私はもう本当に現代子です。芸じゃなくて現代子。お友達関係が多いわけじゃん。ちゃんとこうやってお付き合いっていうことはないです。だからもう もしかしたらその通りかもしれないですね。初めての恋人結婚相手、はい、ありえなくはないかも。<Wow. S 2> <笑><笑>すごいなこれ。で三番の最近買った流行りの靴を選んだあなたは、はい、流行の靴を選んだあなたは熱しやすく冷めやすいタイプで恋人にもさほど関心がなく、うん、いつもマイペース。うん、よって長続き度は四十パーセント。結婚したいなら。 自分を変えていく努力が必要です。で、うん、よ。<laughs> どうなんだろうな。何どれかな。うん、なんか。うん、やっぱ島女流とかいいよね。うん、で、四番のとっておきのブランドの靴。を選んだあなたですね、うんえー。ブランドの靴を選んだあなたの。長続き度は20。二十パーセント。<laughs> あなたは手に入れるまで相手との駆け引きを楽しむタイプで手に入ってしまうと執着心が薄れてしまい相手の気持ちはほったらかしにしてしまいます、うん。どうでしたか皆さん、うんなんか昔ブランドの靴があったらブランドの靴もしかしたら履いてたかもしれないな、うん、まあ今となっちゃうだからいつも履いているものかもしれないね、うん。 履きやすい靴、うん、歩きやすい靴、はい、<laughs> それが一番いいかもしれない。うんはい、さあそれでは一曲お届けしましょう。帰り見の具でロコモーション。ナオピーのピンポンパン劇場。はい。今日は収録でございますが、えー、今日はですね、うんえー、ちみものベリストダのコーナーが 先週に引き続き大人の心理学からね、はい、心理テストをやっておりますけども、はい、今日ももう一つやる <laughs> やるぞもしかしたら前回早見の時にやったかもしれないんだけど、はい、ちょっと、えー、初めての方もいるかもしれないしうん、うん、ピロキも初めてだし、はい、ピロキのこれが心配 <laughs> 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 よし行こうはいえー、想像してくださいね、はい、あなたは有名な漁師です、うん、昨日仕掛けておいた網を引き上げに、えー、漁場に向かいましたがクラゲが発生して網にかかっており 魚は一匹もいませんでした。量の邪魔をしたクラゲの量はどれくらいだったでしょうか？うということです。この大量発生したクラゲの量はどれくらいかということなんですけれども、一、うん、番十匹くらいの少量、二、うん、番魚入れが いっぱいになるくらいの量。三、うん、番、船が沈むほど満杯になるくらい。四 <laughs> 番、あまりにも多すぎて引き上げられない量。うん、さあどうでしょう。僕は二かな。二番。網に溢れるぐらい。 魚があ2番は,魚,がは魚入れがいっぱいになるくらいの量だね。はい、魚入れっていうのは網ではなくてあの仕掛けたところというよりかは魚,魚を入れようと思ってたの船の中そう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 ,そうあ,<ー>あんなもんだろうね。じゃあもうちょっと多いかなイメージとしては仕掛けた網がもう全部クラゲみたいな感じで、うん、あじゃあ3番かな。 3番「船が沈むほど満杯になるぐらい」はい OK もう一回言おうねはいあなたは有名な漁師です昨日仕掛けておいた網を引き上げに魚場に向かいましたが、うん、クラゲが発生して網にかかっており魚は一匹もいませんでした、うん、漁の邪魔をしたクラゲの量はどれぐらいだったでしょうという質問です、うん、1>, 1番「10匹くらいの少量」2>, うん、2番「魚入れがいっぱいになるくらいの量」 3番船が沈むほど満杯になるくらい4番あまりにも多すぎて引き上げられない量、うん、3番,3番です、ね、ファイナルアンサーファイナルアンサー <laughs> <laughs> この心理テストは、はい、あなたの今のエッジ度が分かる、うん、テストとなっております怪しいな怪しいね <laughs> まず一番の十匹くらいの少量を選んだあなたです。うん、今の人との関係がうまくいっているが、あうまくいっているか。うん、もしくはもともと性欲が低いタイプで、うん、性欲や要求不満はありません。うん、近年増加していると言われる草食系も、このタイプに当てはまります。そして二番の魚入れがいっぱいになるくらいの量を。 選んだあなたです、うん、マーシャじゃないの <laughs> <laughs> 入れ物に、えー、収まる量を選んだあなたは、うん、普段とあまり変わらない状態です、うん、自分から誘ってまでエッチするほど、うん、性欲は強くありませんが相手が望んできたら答える準備はできている、うん、いいバランス状態です あこれマシ,ャマシャじゃないね <laughs> だってうーんそうなんだと思うねうん3番の「船が沈むほど満杯になるくらい」を選んだピロキ、うん、そしてその他の皆さん、うん、大量を選んだあなたはいつも、うんあ,えー、あなたはいつもより欲求不満がたまっているようです <laughs> <laughs> 無意識のうちに恋人や異性を誘っていたりしませんか、うんうん、このままため続けると失敗をしかねしかないので発散が必要です <laughs> <laughs> ちょっと危ないってよやばいな、うん、時々発散しない <laughs> いきなりらしいですよ。 ねうん、今のエッジ度ですから、はい、まあ今というか今日の今日の <laughs> <laughs> で4番の、うんえー、あまりにも多すぎて引き上げられない量を選んだあなたですあなたの欲求はすでにピークに生かしています <laughs> 誰にでも誰でもいいから満足させてほしいと思っている非常に危険な状態です <laughs> 早めに発散させないと取り返しのつかないことになるかもしれません <laughs> 捕まるかもしれないよ。<laughs> ね、うん、気をつけてだからね彼女がいるんだったらねいいけどね彼女彼氏がいるんだったらいいけど <laughs> 私はどれくらいだったのまあ私も結構やっぱり結構いたのかなと思ったけど、うん、3番ぐらいなのかなと思ったけどね。 そうなんだ<ー>ん <laughs> <laughs> でも面白いねこういうテストってね、うんうん、また機会があったらやりたいと思います、はい、さあそれでは曲をお届けします <laughs> ビーズで裸足の女神さあえなおぴーのピンポンパン劇場今日も間違いなく収録でございます。<laughs> はい えー、夏は暑いけどあそうだ私さ <laughs>、はい、こな、はいだよえっとね歯の手術したのよ歯の手術 <laughs> はい <laughs> そう大変だよもう最近さはい、はい、あの歯肉炎歯周病も虫歯もそうなんだけど、はい、もう特に沖縄はさ、はい、多いらしい、えー、大人もええー 全国的にも悪いらしいんだけどやっぱり飲んで帰ってさそのまま寝るっていう人が多いんじゃないまあ酔っ払って歯も磨かないで寝るそういう人が多いと思うんだけどもあのほんにさやばいよ最近はこの医療もすごい進んでいるからインプラントとかもねあったりするんだけどもたまたま。 私も去年の12月かな歯がさ1本、はい 1> えー、上の方の奥はい、はい、奥から2番目か3番目ぐらいのものがすごいものがかかりやすいわけよねはい、はい、チキナーとかほうれん草とかさあ<ー>まあ肉にしてもそうだし <laughs> はい、はい、歯と歯の間に入って爪楊枝でも取れなかったりするわけつ、はい、まようじでも取るんだけど、うん、取っててもやっぱり残ってる場合が。 よよくあるの本人は気づいてないかもしれないけど取ったつもりでもこのカスが残ってたりとか奥にそれが歯周病の原因とかなるわけさあなるほどそうだからフロスとかあの何なんだこれ歯間ブラシか歯間ブラシとかあんまりやってる人少ないと思うんだけどナオピオンはさフロスをやってたのねフロスだけじゃダメなんだってだから この歯間ブラシを歯磨きをあーってやった後に歯間ブラシを全部やっていく<ー>そのサイズも SS とか S とか M とか L とかもあるからかだからスキッパーの人はだからその,ななんていうの太さに合わせてやった方が絶対いい。<ー>で私も面倒くせえと思ったけど、うん、それをさあの歯間ブラシやり始めると、うん、やらないと気が済まない。 なんかやっぱものが詰まってるかもしれないと思ったら怖いわけよ。でたまたまねこういう経験者にもなってしまったから歯抜いてさやっぱりもうこれ以上抜きたくないさ。で歯周病もそうだけど歯肉炎虫歯注意したらうつりますからねみたいですねそうですだから例えばおじいおばとかがさちっちゃい子どもにんか口うつしであげたりしたりするでしょ。 いですねうん、もう親なんてさ歯周病ほぼ、うん、みんな80%以上の人が大人は歯周病だからうん、うん、だからもう絶対にそういうのも本当避けた方がいいと思うしだから中で打つから中はしないでっていうのもちょっとね、うん、やっぱり今の時代恋愛もあんまりしないさ <laughs> 時代になってるのにさ。<laughs> いやいやチューしたらうつりからやらないっていうのもまたおかしい話だわけだ,だ,か,らだからお互いが、うん、あのちゃんと歯磨きしていけば大丈夫なのよな、うん、そうだから例えば相手が歯周病であってもチューしました、うん、そしたらちゃんとあの眠る前に歯磨いて歯間ブラシやっとけば大丈夫だわけよちゃんと歯を磨けばいいだけののであとフッ素とかなんかほらあのブクブクとかもあ、うん、あいうのももちろんいいかもしれないけども、うん、まあ消毒っていう形でねうん、うん 本当この歯周病菌っていうのがすごい怖くてさ。これ八月の歯の、歯の日、歯、歯。はい、歯の日とかあるよね。八月八日。った歯の日。あったよね。そんな。日があっ、ね。はい。はい。その時ぐらいにでも話しようかなと思ったんだけど。うん、この歯周病菌っていうのは。私たまたま勉強したんだけど。うん 人間には毛細血管血管が流れてるでしょもちろん歯茎にもあってそしたら心臓病で心臓病になる人もなぜかその歯周病菌が血液になったりとかそういう調べたら出てきたりするらしいで認知症にもなったりとかこの歯周病菌が原因で。 結なんていうの臨床,臨床あなん病,、えー、病理検査かはい、はい、病理検査をすると、はい、そういう歯周病菌がこんなところから出るっていうのがあるみたいなのでうん、うん、もちろん糖尿病もそうだしはい、はい、で脳卒中そ,そういう脳系の病気とかも歯周病が原因でっていうのも、うん、嘘ではないうん、そういえば僕の父親は歯の歯の、うん そういう菌で肺を一回やられてるんですそうなんだ,はい、はい、だからやっぱり歯だから歯ってさってたら大体もうほとんどの人がそうだと思うんだけど、うん、痛くならないといかないよね肺、うん、じゃない。好きっていう人あんまりいないと思うんだけどうん、うん、やっぱりさ徹底してる人はあの4か月に一遍とか、うん、まあ 半年にとかさ掃除した人はやっぱり気持ちいいみたいでで点検をしながらちょっと虫歯になりそうなのがあるんだったらそれを気をつけるとかさそういうのが目安が分かってくるからやっぱり検査は大事だなと思うしナオピもさもうこの蓄膿みたいのがこっち溜まっててさ蓄膿症なのか分からない海が溜まってて結構切開して手術したの。歯をさ 結局この間も抜いたのを抜いたわけよ、うん、先週。奥歯だけど、うん、もうだからさ本当みんなにはそうなってほしくないから本、うん、んと点検してほしいし、うん、で歯磨きはもちろん大事だけど、うん、食べたら磨くとか夜眠る前はもうあの磨いてで夜だけでもいいから歯間ブラシを入れるとかさ、うん、徹底して。 やってほしいなってうん、うん、思うわけさ。でも一番気をつけないといけない人かもしれないけど、うん、また今度ねこの歯の話いろいろとできたらいいなと思いますけども、うんはい、それでは曲お届けしましょうか、うん「榊原郁恵で夏のお嬢さん、うん」。 さあ、続いてはこのコーナーです。この店、あの店、みせみせコーナー。<laughs> <laughs> 見せます。はい、見せます。今日も見せます。はい、<laughs> <laughs> さあ、今日はですね。えー、っと、宜野湾市大蛇名二丁目一の十五にあります。土鍋ご飯、まんまるをご紹介します。 これ場所さ、<ー>あの前魔法魔魔法何だったかな魔法瓶じゃなくて何だったかなお店の名前があったんだけど <laughs> そこの方かなと思うんだけども、はい、えとちょうど王者の交番があるのかかるる、はい、前原交番から交番があるんだけど、はい、そのちょうど後ろ方面斜め後ろっていうの、はいえー、パチンコ屋さんサンシャインがあるんだけどもはい、はい、その向かいのちょっと奥。はいはい うん、一歩入ったところっていう感じなの。道路沿いではないところなのねうん、うん、でその土鍋ご飯はまんまるなんですがナオピンもまだここ行ったことないんだけどもすごいなんか美味しそうと思ってちょっと紹介したいと思います、うん、これねみずみずしさ際立つ炊きたてご飯が主役ということで、うん、土鍋の蓋を開けたばかりのご飯は一粒一粒に、えー、透明感があって光っているんだって、うん 昆布から取った出汁のふくよかなうまみが広がり時間とともにお米の甘みが増すようです洗礼されたその味は店主が試行錯誤したベストな配合と方法で炊き上げているからおいしそうだね、うん、お米本来の味を楽しむためにお焦げをつけないのも徹底したこだわりの一つなんですってうん、うん、なんか おこげがついた方がね、はい、なんか味があるのかなとも思ったんですけども、うん、もうここはもうおこげは入れない、うんうん、ということなんです、うん、すごいなんかね健康的な感じの食事、うん、炊き込みご飯とかね、うん、そうなんです、うん、土鍋ご飯んままる宜野湾市王女の2丁目にあります。電話番号が 九八八の四五六零番となっております。えっと営業時間が十一時三十分から夜十時まで、えー。ランチのラストオーダーは三時までなんだって。えー、結構ゆっくりだね。うん、でディナーは九時がラストオーダーとなっております。うんえー、不定休となっておりますので一回お電話してから行った方が確実ですね。 で駐車場もありますのではいぜひぜひ「えー、土鍋ご飯んまルる」もしよかったらご飯好きなあなたはいいかもしれない「土鍋」でね、うん、美味しそう <laughs> ああ <laughs> <laughs> ということで今日は「ままる」ご紹介しました、はい、さあそれでは、うん、もういいか曲いこうかな、はい、いきましょうか。<laughs> なんかさ、あの収録の時は結構曲をね、うん、たっぷりとかけられるという、はい、いいことだよ。<laughs> <laughs> はい、この曲です。懐かしいホップトーンズでヘイ <laughs>、hey! リセター。さあ、ナーフィのピンポンパン劇場ここでお知らせがございます。えー、8月6日土曜日7日日曜日は第39回ギノワン羽衣祭りが行われます。 場場所はもういつものように、ね、ノワン海浜公園多目的広場となっております土曜日は佐藤、ねえー、歴史絵巻行列も行われておりまして、うんえー、その時はまあ約1時間ぐらいですかね通行止めもありますのでね、うんえー、その辺もチェックしていただきたいと思いますまたねあの各サークルとかあざあざの演舞があったりするのよ、うん、それもまた見どころですからねいいと思いますよ。うん で土曜日あの FM 機能はもう行くんでしょ。はい。ね。あの出張生放送。応援しゃ、応援、はい、しゃ出張生放送 <laughs> いいじゃないですか。はい、え時間はもう決まってんの？時間はですね。うん、あの夕方5時から。うん、えー。夜9時まで4時間、うん、生放送。 はい、5時から9時まで、はい、そうなんだじゃあ佐藤歴史絵巻行列ナオフィンあのちょっと終わったら顔出しますのであぜひぜひ <laughs> <laughs> ね、はい、いやぜひぜひあの皆さん遊びに行ってくださいよ、うん、行きましょうよぜひねで日曜日はカチ足シ大会も行われますし、うん、あと水鉄砲選手権大会も、えー、行われますこの水鉄砲選手権大会は、うんえー、一般の部で優勝しましたら賞金が5万円<わ> <laughs> あるそうですよ<ー>いいですす、ね、よ、はいいねただもう受付がそっかもしかしたら昨日で終わっているかもしれない、うん、でもわ <laughs> かんない終わってるかもしれないけど <laughs>、うん、もしかしたらいけるかもしれないので空いていたらね、うん、えちょっと観光協会までお問い合わせしてみてください、うん、お願いしますそして、えー、日曜日もう一つ。えー スビンサーニスンカチャーシー大会も行われますね、うん、これは、えー、個人カチャーシーをやって、その後に団体カチャーシーもあるんですけども、まあ、ギノワンって言ったら、もうカチャーシー大会という感じで、うん、もうこ,このカチャーシー大会がもう28回目になるんですよ。うん、すごいね、本当にね。ナオピン、このカチャーシー大会の司会やって、うん、おそらく13年ぐらいか、ね、えー、12年か13年ぐらいか、うん、やってますけども。 うん年取ったな <laughs> <laughs> でもなんかねこのカチャシ大会の司会するとやっぱり夏が来たって感じするもんね、うんうん、なんか一大イベントですよナオピにとってもこれはぜひぜひチェックしてください個人カチャシの方はまだ、うん、あのいけそうですのでよかったら個人カチャシチャレンジしてみてはいかがでしょうか、はい、ピロキも<あ> <laughs> やってみたら賞金もらえるんだよ5万でしたっけ いや個人は,個人は、えっと、優勝したら10万ぐらいなかったかそう団体勝ち足が参加するだけでも5万円もらえる、はい、あ参加するだけ 1,、うん、<え> 1> 一人じゃないよこの団体がねあだから子どもたちとかも結構多いわけよあの部活やっている子どもたちが出てであの皆さんのね子どもたちのまた絆も深めながらもその。 まあ、優勝できなくってもこの参加5万円を頂い,いてボールに変えたりさ、うん、部費にするわけさ、うんね、なので「だんだんャーシーが結構ねもうすごい人気でもうすでに締め切っておりますけども、うん、はい個人ャーシーはまだ大丈夫ですので、うん、よろしくお願いいたしますさああっという間のもう,もうエンディングでございますけども、はい、ね早いが来週は多分。 行けます。はい。<laughs> 生放送でいけると思いますのでね。はい、はい。ぜひまた来週もよろしくお願いします。はい。それではお別れでございます。はい、お相手はなおぴんとプロキーでした。<laughs> 今日は今日はすぐいたね。はい。また来週です。バイバイ。はい。ナビのピンポンマッチ場。一 <laughs> 月二十二日金曜日。 午後六時となりました。ちょっとしょっぱなから、噛んだ。<laughs> <laughs> 本当に舌噛んでしまったというねい、はい。最悪先週の使います。<laughs> <laughs> いやいや、大丈夫ですよ。そのまま使ってください。はい、そうなんです。今日は、あの、今日もですね。はい、先週に引き続き、収録となっておりまして。はい、今日はなおぴんはね、あの、渡嘉敷島に行ってるんです。うん、はい。 先週もお知らせしましたがお菓子機のお祭りでね司会をやってますので今頃多分飲みながらやってるのかな後半から飲むのよ司会するとしそうそうもう最初やっぱり怖いから飲まないのねサンサンさん飲んでるけどサンサンさん世話してるあっーかりまはい す司の CM はえっときせさんねはいはいあの人はあんまりイベントの司会をやらないのもう2人いるわけさケンジさんとじゃはなさん出ていあの2人コンビでやってるんだけどそうそうそうあの大体飲みながらやってるすごいよやっぱりさ酔っ払うと何かあった時が怖いので司会はあの人じゃ2人いるからいいのよなるほどフォローし合えるからね でもナーピー1人だからさ、うん、やっぱりちょっと怖いから、うん、もう最後のさあの鳥のステージ歌が始まったりとか、うん、そ,その時にはもう飲んだりとかするんだけどあと、うん、はもう終わりだけでしょ、うん、うん。ただもうこの時間だとまだ始まったばっかりだから、うん、飲んでないね。終わり方の8時か9時ぐらいにはもうちょっと飲み始めながら、うん、もしかしたらステージ上がってるかもしれないけど。<laughs> でも本当さ毎年ありがたいんだけど本当に伊のお祭りとかやっぱり一大イベントだよねすごい盛り上がるしみんな四万十の皆さんも一生懸命だしさ私もこうやって呼ばれてもう何年か経つんだけど本当にありがたいなと思うしなんか泣けてくるって言ったらいやいやもう本当今回来れなかった方々はまた来年ももちろんありますので。 見てほしい、うん、<laughs> ほんと楽しいですよ。しまちと触れ合うっていうのが一番ねまたいいと思いますし、うん、ピロキはどっか離島行っか行たことあるあでもそれこそ渡嘉敷は、うん、あの3回ぐらい行ってんのかな1回目は家族で行ってで2回目は小学校の時の自然学習で学習い3回目は高校の時の 最初高1の時に入ってすぐ1週間後ぐらい1週間か2週間後ぐらいにみたいな感じではい行ってなんでやっぱりその時夜星がとっても綺麗だったなっていうのは今でも覚えてますね、うん、であの頃って夜は絶対幽霊話とかするでしょはいはいねなんかやっぱりみんなその隣の部屋行ったりとかしてそうそうそう枕投げとかやった、はい、やったことはない枕投げ <laughs> そんな昭とかやらないか <laughs> <laughs> あでも そそれはの修学旅行中学校の時の修学旅行でやりましたで案の定寝ろって言われるっていう点検があるじゃないですか必ずでやばいやばい来るって言ってその時だけ寝てとかっていうのはそれも楽しい思いで先生方はもう早く子どもたち寝かして早く飲みたいわけよあっ裏な話そうそうそうきっとそうでしょまあだと思いますよな何かがあるとちょっと困るからもう早く寝かして本当は麻酔銃でも打ちたいんだい <laughs> まあ、冗談ですけども<え>、はい、本当あの、うん、島はいい、まあ、もちろん沖縄本島も本土からすると島だからね,あです,ねすごいいいけど、うん、また本島からまたさらに、ね、離島ってなったら、うん、またやっぱりゆっくりさらにゆっくりとした時間が流れてるなって思うし、うんえー、石垣のまた離島とかさ。あ うんうん、与那国とかもそうじゃんそっか,、はい、かなり遠いよね、はいうん、で大東島とか、うん、なかなか行けない東京行くよりもなんか行きづらいというか、ね、やっぱり